はい、では皆さんこんにちは。ヤプシーアジアの会場ネットワークの作り方っていうタイトルで、本部、まあ、本部はもうこの後でちょっとご説明しますけれど、本部のメンバーの田島がお話をさせていただこうと思います。で、すいません、僕これ昨日無茶振りされたんで5分ぐらい前までちょっと作ってたんで、まあいろんなあれやこれやがあると思うんですけど、まあそこは多めに見てあげてください。で、本部って何でしょうっていうところの背景の話をちょっとさせていただきたいと思うんですけど、本部自体は、去年ぐらいかな、あ、今年かな、今年が一応名前名乗るようにはしてるんですけれど、メンバー自体は結構前から活動していて、何をやってたかっていうところなんですけど、まあできた経緯としてはやっぱカンファレンスネットワークがやっぱ大きめのカンファレンスネットワーク30人とかそんなちょろいところなら大したことないですけど、100人規模になるとやっぱつながらないっていう問題結構ありますよね。この中で大きめのカンファレンスでつながんねえなーって悩んだことってあったりしますか？ああ、思ったより少ないなっていう感じですね。ここで全員挙げてもらえるとすごく嬉しかったんですけどそうはならなかったなと。あ、すいません、ありがとうございます。手挙げていただいた方ありがとうございます。まあ、なかなかつながらないなっていうのが、まあ、最近多いのかなと思います。で、まあ、イベントを主催される方、この中でも主催される方結構いるんじゃないのかなと思いますけれど、まあ、何らかネットワーク提供はしたいわけですよね。例えばツイッターであったり、まあ、仕事できる環境であったり、まあ、いろんな、まあ、お仕事、リモートでつなげる自分のサイトのメンテナンスしながらとか、まあ、ブログ書きながらとかっていうのが結構あったりするので、まあ、当然やりたい、ネットワークは提供したいんですけれど、それでも結構大変なんですよね、自分たちでやろうとすると。で、会場にもともとあるならばそれ使えばいいんですけど、その環境、最近多分皆さんご存知だと思うんですけど無線ってもうすごく乱立してて、すごい、まあ、僕らよく汚い環境、無線が汚い環境ってよく言うんですけど、すごい混雑、コンジェスションしちゃってて全然繋がらないっていう環境があったりします。で、そういう場合は自分たち主催者側が提供したいんですけれど、なかなかじゃあどうやったらいいかわからない。で、自分たちでやってもいいんですけれど、自分たちでやるの家庭用のものをこうポンと持ち込んで、はい繋がったっていうわけにはなかなかいかないっていうのが悩みのところかなっていうふうにいろいろ聞いています。で、逆の意味で、まあ、僕ら作る側の話なんですけど、意外とですね、この生きたトラフィック、生きた通信が乗ってるトラフィックっていうのはなかなか作る機会って最近少ないんですよね。っていうか乗せる機会、そういう機会をなかなか持つことができない。多分、まあ、お仕事とかでオフィスでやるならば、まあ、大したことないんですけれど、まあ、大きな人数、いろんな端末が持ち込まれた環境で、かついろんな人種、いろんな人がいる環境で、そういった環境を作るっていうのはなかなか結構エンジニア的には腕が鳴るところなんですけど、なかなかそういう環境は持てない。そういったところをできれば、できる環境があるといいよねっていうのも考えました。で、まあ、これらそれぞれもうお互いのニーズっていうか、まあやりたいこと、できたい、やりたいこと、できたいことあるといいなっていうことで、まあ、昆布っていうのを名前を名乗るようにしました。本部自体はカンファレンスネットワークビルダーズっていう名前で略称したんですけれど、これ自体はまあカンファレンスネットワーク、カンファレンスでインターネットの接続の環境を提供するしようっていう、まあ、エンジニアの集団、まあ、要は、まあ、やりたい人が有志が集まってやったという感じですね。で、僕らができることで何かっていうと、まあ、そういった大きめの今まで例出してもら出させてもらった大きめのネットワークのカンファレンスでの、まあ、提供であったり、まあ、僕らが作ったものとかの、まあ、実験のする環境とかそういったところも、まあ、主眼の一つとしています。あともう一つ、こっちの方が僕は大事だと思っているんですけど、人の交流ってすごく大事だなと思っていまして、カンファレンスごとにスタッフとか参加者の層ってすごく異なるんですよね。例えばヤプシです と、まあウェブサービスなり、まあ、いわゆるレイヤーでいうと上の方の方、人の方が参加者として多い、開発
のメンバーランゲージを開発するような人が多いんですけれど、例えば僕らネットワークのやってるような人間っていうのはいわゆるこう下のレイヤー、いわゆる ISP さんとか通信の機器ベンダーとか、いわゆるこう通信を仕事としているような人たちっていうのが多い。でそれってすごく分かれてるんですよね。お互いに参加しないですよね。僕らっていうのはネットワークエンジニアがこうランゲージの話、例えばこう AWS はもう ある意味ちょっとインフラっぽいですけど、 AWS のカンファレンスに行くっていうのはやっぱり少なくて、例えばこのヤプシーに来ているよう主に来ている多分主要な参加者であるウェブサービスの開発者とかランゲージの開発者である、アプリケーションの開発者である方が僕らのやっているようなネットワークのエンジニアがやっているようなカンファレンス、例えば僕らやってるのジャノブとか、インターネットウィークとかいくつか、まあ、通信関連のカンファレンスあるんですけど、そこに来る人たちっていうのは交流があんまないんですよね。で今時ですと、まあ、フルスタックのエンジニアなんて僕はこの言葉あんまり好きじゃないんですけれど、まあ、いろんなところ何でも知っていないと、まあ、この時代生きていけないような、まあ、お話用語があったりしますけれど、それぞれの交流っていうのがなかなか持てないなっていうのはやっぱ考え悩みでは一つでして、まあ、これがオウムがその交流のきっかけの一つとしてなればいいなっていうのを、まあ、一つ大事にしています。でこれは去年のヤプシーに来ていただいた方はもしかしたら見たかもしれないんですけれど、義兵さんの記事、去年も僕らその時はコンブっていう名前じゃなくて別の名前でやってたんですけれど、去年のヤプシーでも同じような環境を、まあ、やらせてもらって、その時に書いた記事です。この記事見た方っていう方ってどのくらいいらっしゃいますか？ああはい、ありがとうございます。手を挙げてない方以外はみんな手を挙げていただいたって感じですね。ざっと見て10人ぐらいしかいないよ、あれ少ねえなって思ったんですけど見てくださいね。まあ興味あったらは、まあ、まだ載ってるんで、いい表で、いい表のサイト載ってますんで、まあ、ヤプシーネットワークっていうので多分 Google と出てくるんじゃないかなと思います。でそこで、優しくもらった例っていうのを書かせてもらった例です。で最近の事例なんですけれど、僕たちが最近の話ですと、先週ですね、LL ダイバー、お台場で日本科学未来館で、LL のライトウェイトのランゲージのイベントをやりましたけれど、そこの協力をいたしました。で今日ですね、私2014のここでやっています。じゃあここから今までずっと本部のお話、あまり皆さん興味ねえだろうなっていうような話を延々としたんですけれど、ここから中身の話をしていこうかと思います。で去年のことなんですけれど、去年参加された方はもし多分覚えてるかもしれないんですけれど、会期中に iOS7 がリリースされた、覚えてる方いますね。結構いますね。はい、ありがとうございます。その時ちょっとクロージングでも言ってたんですけど、実は回線100メガだったんですけど天井打っちゃったんですよね。なんでみんなダウンロードしすぎだろうってなんかちょっと、まあ、ネタとしてですよ言ったんですけど、やっぱここのこういうの程度のカンファレンス、この規模のカンファレンスになると100じゃ足んないんだろうなっていうのを、まあ、考え時間をしました。なのでじゃあ今年はどうしようと、なので今年はどうしよう、思い切ってやっぱり展示まで行こう。展示ってあんまり多分一般家庭にあんまりないと思うんですよね。でおそらくどのくらいなのかなっていうと、多分地方の ISP だとこのくらいじゃないかなと思うんですよね。で展示ってどのくらいかってイメージ湧かないんでしょう、湧かない方もあるかなと思って、まあ BPS でいうと1万 BPS ですか。うん、1メガ BPS
多分1024で言うとどうのこうのっていうよく くだらないツッコミするやつがいるかもしれないですけど、まあそこは置いておいてじゃあちょっとまあ数字だけじゃ分かんないよね、じゃあどのくらい太いんだろうって、なんかいろいろ例えを考えたんですけどあまり浮かばなくて、まあ多分会場今回1000人来て肌色動画のコンテンツ多分見ても大丈夫なんじゃないのかなというぐらい、まあ1メガとして、1メガを1000人で1ギガだからまだ余裕があるのかなということです。なので今年は iOS リリースされても大丈夫なんじゃないかなと思うのでとりあえずじゃあ皆さんここでこうどっかの VM イメージをガーってダウンロードしてください。本当にやめないでください。本当にやめないでください。やっちゃうと多分泣く人がいるかもしれないのではい。でちなみに現在どのくらい出てるのかなってさっき見たんですけど、もう100出るぐらいなんで大したことないなと。せっかく展示用意したんでみんないっぱい使ってほしいなと思っていますので、ガン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 ダウンロードしてみてください。ただ展示ダウンロードしても実際はですね引きのパフォーマンスそんなに出ないと思うので展示までは出ないと思いますけど、まあもうちょっと頑張ってみてもいいかなと思います。はい、じゃあ去年のお話をもう一つ。去年はですね実はサーバー、まあ、ネットワーク関連こういう会場に敷設するときって、まあ、当然ルーターとかそこにあるようなアクセスポイントとか当然持ち込むんですけれど、それ以外にもサーバー類もそこそこ持ち込みます。何をやるかっていうと、まあ、DHCP のサーバーであったり DNS であったり、あと監視用関連ですねっていうのも全部持ち込んでいます。でそれって結構重くってですね、この例でいうとここかな、どのところかな、ここに今審査書いてあるんですけど、結構これを持ち運ぶの結構重たくてですね、重いっていうのは物理的には意味もあるんですけどタスク的にも重たい、要はこう巣を作らなきゃいけないんで、結構重たいタスクになるんですよね。でじゃあこれちょっとなんとかしたいねっていうことで、今年は会場、ここの会場に持ち込んだのは基本的にスイッチ、まあ、イーサネットのスイッチですね、ハブ、いわゆるハブと、アクセスポイント、無線 LAN のアクセスポイント、あと VPN の装置だけです。 VPN の装置は こんなちっちゃいお弁当箱のサイズです。それだけで持ち込みました。で主要なサーバーとかルーター類っていうのは遠いところのクラウドに全部持ち込んで持ち込みました。なんでこの会場にはネットワーク装置、いわゆるこうルーターとかサーバー類っていうのは全部なくて、全部こう遠くの方に送るようにしました。そうすると何が嬉しいのかっていうことですけれど、あ、嬉しいこととか言ってますけど、まあ、見なかったことにしてください。はい、持ち込む元、やっぱ物理的に持ち込むって結構大変なんですよね。去年すごく、15箱ぐらい箱の数でいうと持ってきたんですけど、段ボールの箱で持ってきたんですけど、今年は、9箱ぐらい、あまり減ってねえじゃねえかっていう話もあるんですけれど、まあ、少なくとも重たいようなものっていうのは持ってこれなくて済むって、すごく助かりました。で、あ、なんかここも嬉しいことで、これなんかコピペしたんで、なんか、エラーもコピペされちゃってますけど、事前の準備がリモートでできる、これがすごくありがたいですよね。まあ、事前準備を、まあ、ホットステージと僕らは呼んでるんですけれど、まあ、当然会場に来てえいって組むのは非常にリスキーなことなんで、事前に他のところで組んでるわけですよね。でそれを物がないとできない、つまりそこの場所に全員いないといけないっていうのは結構厳しい。メンバーは当然基本的にはボランティアですし、会社も全然バラバラ、やってる仕事も全然バラバラですんで、なかなか同じ時間にえいって集まるのってすごく難しいんですよね。で今回全部あの、お、なんだ、すいません、見なかったことにしてください。で今回は基本的にここに全部こう他のところ、インターネット越しにアクセスできるようなところに全部押し込んだので、いつでも基本的にできる、空いてる空き時間に、メンバーが空き時間にできると。でかつ物理的にもそこの場所に行く必要がない、リモートのオフィスでやってもいいです、自宅でやってもいいし、
スタバでドヤリングしながらやってもいいですし、っていうことでいつでもできるっていうのはすごく僕らボランティアでやってるメンバーにとってはすごくありがたい。ここ PC いじってるって書こうと思ったんですけど、探せなくてみんなの頭の中でこう脳内イメージで展開してください。もう一つ、あれ何これ、すいません、やっぱポーターカンファレンスネットワークのポータブル化、持ち運びができる。どういうことかっていうと、さっきも例として出したんですけど、ヤプシーアジアと、ヤプシー、今日のヤプシーと先週やった LL の構成、ほとんど実は同じ構成でやっています。これ A なんですけれど、見ていただくと分かるようにほぼ同じ構成でいってます。で、これができるのは今日はここがもうインターネットからアクセスできるんで、僕からその会場にやるときはここだけを作ればいい。で、ここに持ってくるものっていうのはここにアクセスポイントであったりスイッチであったり、コミュニケーションこれだけをつなげればいいっていうふうにすると、すごく当日時間も、構築の時間も少なくできる。で、大事なものってね、サービスを提供するサービスって DNS であったり DHCP であったりサービスを提供するものっていうのはインターネット越しにあるんで、そこから全部会場の方に、サービスを提供できると。これすごくありがたい話なんですよね。まあ、いわば、まあ、ちょっと言い過ぎかなと思うんですけど、カンファレンスネットワークも、まあ、AWS 化できるっていうイメージですね。結構ウェブサービスですと、まあ、クラウドに全部押し込むっていうのはもう常識ですけれど、ネットワークをクラウドに押し込むって結構やっぱまだ遅れ、まだこれからかなという感じはしています。で、それを、まあ、今回は実現しようということで頑張ってみたということです。でもやっぱりこう理想と現実っていうのがありまして、当然僕らのイメージしていたものと完全にやっぱり動かなくて、トラブルもやっぱありました。で、一つ目、これが一番大きかったんですけど、建物の中で、さっきも例として出したんですけれど、インターネット越しにサービスはあります。でも、で当日に、建物の中だけなんか物を置けばいいっていうのを理想にしてたんですけど、その建物の中の通信っていうのがなかなか思ったようにいかなくてですね、そこで結構悩み、トラブルで苦しみました。で、どういうことかっていうと、今回ですね、建物の中の配線、まあ、こういうところはこうイーサネットケーブルでつなげればいいんですけれど、この部屋と部屋の間、例えばここの部屋 と、藤原ホールの間とか隣の部屋の間とか一番向こうのイベントホールの間、その間っていうのは僕ら自分たちで線を引くことはできないんですよ。そこ要は道路ですから、公共の道路なんで、この辺のイーサネットケーブルを延々と引っ張るっていうことは僕らでやることはできないので、そこは会場の担当の方にお任せするしか、お願いするしかないんですね。こことここをつないでください、こういう VLAN でつないでください、っていうふうに、 VLAN というのはバーチャル LAN ですけど、一つの回線の中に複数の、回線を通す技術なんですけど、こういう技術でこういうふうに設定してくださいっていうふうに会場の方にお願いしてたんですけど、なかなかやっぱりうまく、こっちは頼んでるつもりなんですけど、そう理想通りの回答が返ってこなかったりっていうのですごく悩んだところです。まあこれそうですよね。なんで教訓ってことでもないんですけど、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、設定をお願いしますって言ったらテストの項目もちゃんと渡さないといけないね。これ結構当たり前なんだけどできてなかったなっていうところが今回の教訓ですね。で、2つ目で、僕のクラウドに全部載せたのはいいんですけれど、死んだら終わっちゃうわけですよね。そこでこう結局この会場の中にスイッチとルーター、VPN の装置と、このアクセスポイントしかないわけですから、そのトークがなくなっちゃったらもうおしまいなっちゃうので、結構悲しいので、どうしようかっていうことで、まあ単純にもう一つ作っちゃえっていうことですね。で、クラウドここがすごく便利だなって思うんで、レプリケーションすごく便利なんですよね。で、レプリケーションするのはいいんですけれど、じゃあその間をつなぐ回線が死んじゃったらダメだよね。じゃあその回線も別に用意しましょう。もう一つ別に用意しました。で、さらに回線とアプリがあっ
だけあってもダメで、それをどう切り替えるかっていう仕組みも当然必要になってくるんですよね。それも用意しました。で3つ目、あ、20分になっちゃった、巻きでいきますで調子に乗って電池がありました。でもこれ電池につなげるところ大手町なんですよ。どうやって改良に持ってくるんだよっていう話があって、大手町のところで、ここ日吉ですね、台場は台場ですから、どうやってつなげるんだよっていう話があって、これ仮にとですね、結構運千万ぐらいするのような値段になるんですよね。でどうやって解決するかっていうと、もうしょうがない大人の手段で、まあ金と金で解決するしかないわけですよね。まあいろんな人にお願いして、いろんな人を巻き込んで、なんとかつながせてもらいました。それなりに金も使いましたし、コネもいっぱい使いましたはい、じゃあ最後に一言、パールなんで、パンドラ FMS っていう監視ツール使ってるんですけど、それはパール製です。いや不思議だから、パールって一言言えって言われたんで入れてみましたはい、以上です。ありがとうございました。